はい、こんにちは。まえチャンネル、まえはらです。今日は大物、こちらでございますね。はい。ベイブレードバースト、ベイブレード VS 対戦セットです。こちらですね、ベイブレードの第3世代よね。はい。で、今年から発売されてるみたいなんだけど、うん、コロコロコミックスでも漫画やってるんでしょ？うん。うん。もうちょっとしたらアニメも始まるみたいですね。はい。なのでちょっと気になってたので買ってみました。はい。はい。あらかじめね、この、うん、闘技場であるベイスタジアムっていうのが入ってるよね。うん、ベイスタジアム、スタンダードタイプっていうやつだね。そうだね、うん、それとあと2つのベイブレード、これがバルキリーウィングアクセルっていうのと、あとスプリガンスプレッドフュージョン、この2つの、ベイブレードは入ってますね。なのでもうこのセットがあれば遊べるというものですね、うんうん、はい。じゃあ早速開けてみましょうか。はい、よいしょ。うわー、でっかい。おお。あ、これがベイスタジアムだね。いろいろ入ってるね、うん、ステッカーも入ってますね、うん、じゃあちょっと組み立ててみましょうか。はい、はいはい、ということで組み立て終わりました。こちらがベイブレードバーストのバルキリーウィングアクセルですね、うん、かっこいいよね、うん、上がねクリアパーツになってるんだね、うん、プラスチックですね、うん、中にメタルパーツが入ってるというものでございます、うん、これなんでねバーストっていうかっていうと、このような3種類のパーツに分かれてんだね、うん、これを組み合わせてベイブレードを作るんだよね、うん、で戦ってるうちにこれがね壊れるわけだ、うん、取れちゃうんだよ、ね、そうそう、それがバースト、そう、それがバーストなんだね、うんうん、ということで今作っちゃいましたけど、こちらがスプリガンスプレッドフュージョンですね、うん、こちらは青いベイブレードでございます、うん、こんな感じで、でしかもねタイプがあるんだよね、うん、パワータイプとかバランスタイプとか、うん、それによって全然ね相性が違うみたい、うん、そしてこちらがライトランチャーですね、うん、この部分にベイブレードをこうセットして、はい、このワインダーっていうやつをここに通すでしょ、うん、でこれを引くとベイブレードが発射されるんだね、はいはい、このセットにはこのランチャーグリップっていうのがついてますね、はい、これを、まあ、ここにセットするとこんな感じでグリップできるわけだ、うん、だからもう引きに集中できるんだねこれね、うん、だからよりね以前よりも高回転のベイブレードをシュートできるということですね、うん、はい、はい、そしてこちらがベイスタジアムのスタンダードタイプだね、はい、白い競技場でございますね、うん、でこれねここでこうシュートして戦うんだけど、うん、こっちに落ちちゃうと場外負けだね、うん、これこっちね、うん、ベイブレードの戦い方としてはこうシュートして戦ってどっちかバーストしたらバーストしたら負けでしょ、はい、あるいは、場外落ちしたら負け、はい、もしくはもう全然当たらずにずっとここで残ってて、うん、先に駒が止まっちゃった方が負けだね、うん、長く待ってた方が勝ちということですね、はい、はい、じゃあですね何回かやったことのあるエシン君に一回ちょっとお手本見せてもらいましょうか。はい、このワインダーをライトランチャーにセットします。はい、はい、そしたらで次このコマベイブレードね、うん、このベイブレードをここに引っ掛けるセットで次あとはシュートするだけ、はい、3、2、1シュートシュート。おー、回ってるけどあちょっと斜めになっちゃったから回転が途中で止まっちゃってたね、うん、これ水平にシュートした方が多分回ってんだろうな、うん、はいはいはい、ちょっとパゴンやってみていい？はい、ほらほら、パパのがうまく回ってんじゃん、うん、あ、綺麗、綺麗に回るね、うん、へえ、面白いね、うん、こんなに高速回転するもんだな、うん、よし、じゃあエイシン君とパパで対決してみましょうか。はい、はい、これは同時にやった方がいいんだよね、うん、ゴーシュートって言ってね、ゴーシュートの時にパッてやる、そうだね、じゃあいくよ、3、2、1ゴーシュート。おー、パパ勝った。パパ勝ったよ、うん、ゴーシュート。お、いい感じ、お、パパ勝った。あー、よし、ゴーシュート。頑張れ頑張れ頑張れ、いけ、お、よっしゃ、パパ勝った。ゴーシュート。あー、しまった、よし、パパがミスったな、これ勝った、エイシン君の勝ちですね。じゃあ今度コマ変えてやろうか。はい、はい、ゴーシュート。あー、しまった、負けた、よし、よっしゃ、お、いい感じ、いい感じ、いい感じで戦ってる、またぐるぐるになってる、あー、負けた、よっしゃ、そうか、よっしゃ、勝て、頑張れ、頑張れ、あー、よっしゃ、よっしゃ、
ストよっしゃー、初めてバーストされた、初めて、うわー負けたわ、今のがバースト、うん、おっしゃよしよしよし、こんなかったぞ、おっしゃ、お、いい戦い、うわっ、うわ、弾き飛ばされた、うわっ、あー負けた、よいしょ、すごいな、今回のこのベイブレードはいろいろね、中のパーツを変えたりして改造して楽しむことができるみたいなので、うん、今後もちょっとやっていきたいね、はい、はい、はい、ということで今回はベイブレードバーストのベイブレード VS 対戦セットでした。あら、いまいちだったかな、カタ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 言ってる、うん、うん、はい、ということでですね、今日の動画がもし面白かったなとか良かったなと思う方はぜひ高評価ボタンお願いしますね、はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、コメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、ということで今回は以上でございますね。はい、バイバイ、シュート失敗